ダイヤモンド愉快も2回目から気をつけるやん。なんで同じやつ4回引くの。東京挫折組です。おいしょ。マスオです。よく不倫の話を聞きますが、嫌なものですね。サザエ、おい、何黙ってるんだ、サザエ。さて、来週の東京挫折組は、矢野、落合の神さんとの不倫がバレる。してないですね。信子さんとは不倫しないです。年の差もだいぶあるんでね。はい。マスオさん、勝手なこと言わないでくださいね。本番強要がばれ、店員にフルボッコってね、もうちょっと見たいよね、それね。最後まで。間違ってたらすみません。電車で下半身を露出した神奈川市議の俵幸太郎さんですよね。いや、間違いない。いや、絶対そうだろう。認めろ。ちょっとね、写真見てみないとわかんないので、そんなに興奮しないでください。ね、俵幸太郎さん、どうですか？似てますかね？まあ似てますね。正直でもこんな目細くないでしょ俺。今ちょっと俺俵幸太郎さんに寄せてるからね。だってこれ寄せたらまあ似てますけどね。 AKB を卒業してストレスで坊主になったと聞いて見に来ました。性別ごと入れないですね。ちょっと勝手に峯岸みなみさん状態迎えないでいただけるとありがたいですね。はい、よろしくお願いします。アニメ僕らのに出てくる声虫ですか？アニメ僕らのに出てくる声虫、ごめんなさいね。せめてね、ちょっと実写でお願いしたいんだけど、ね、実写でちょっとお願いしたいんですけど、こんな、でもこんな可愛くないんじゃない？耳こんなの、何この、これディズニーランドに怒られんじゃないこれ、大丈夫これ。ギリギリの絵ですけどねこれね。はい、声虫ではなく矢野なのでよろしくお願いします。伊藤信夫ですか？あ、絶対そうだ、僕矢野ですね。はい、伊藤信夫さんどうですか？どんな方なんでしょうか？マジで似てねえじゃん。よく絶対そうだって断言できましたね。オートレーサーの方ですかねこれ、副的にね。ネコフィットネスさん1220円、おい白ブリーフ丸のみ男の、だから僕矢野ですね。はい、いい加減覚えていただけると。通りもんマジで買ってこいよ。通りもんね、欲しいですけどね。さっきネコフィットネスさんがね、通りもんだけ買ってきてくれっていうね。ただどうやって渡せばいいのかわかんないんでね。住所教えるわけにもいかないと思うんでね。渡し方に迷ってますけどね。買ってこれたら買ってこれます。たっぷりビタミン C 補給ベリーでビタミンでーす。ちょっと福岡っぽい飲み物にしてみました。ストローもちょっとおしゃれに見えるかな、ストローもおしゃれにちょっと福岡の曲げ方してみました。これまずいです、すごく苦手な。ポケモンならダストダスの方が矢野さんに似てますよ。ダストダス、いやゴローニャの方が似てるだろう。全然ゴローニャだよ。間違っていたらすみません。山の富士ですか？山の富士お相撲さんから。お相撲さんじゃないんかい。絶対お相撲さんだと思ったけど、ね、だから実写でお願いします、ね、はい、実写でお願いします。別にゴロンギャとかでもいいんだけど、実写でお願いします。間違ってたらすみません。重川明宏さんですよね。重川明宏さん、気づいちゃった気づいちゃった、ワイワイしないで。僕はね全然気づかないので、でっかちゃんの本名だけ書かないでくださいね。たっぷりバンテリンの痛いの痛いの飛んでけイケティ飲んでて草の、だからビタミンたっぷり C 配合ベリーでビタミンです。ちょっと言葉逆になったけど、ね。ルクソージュニアの電球部分ですか？ルクソージュニアの電球部分、もう言葉の意味がちょっと分かんないけども、何ですかルクソージュニアって。いや違います、これルクソージュニアって言うんだこれ。勉強になるね。うちにあったけどルクソージュニア。別に変な学びを与えないでください僕に。これの名前別に知りたくなかったのでね、はい、とりあえず人間の顔面なのでよろしくお願いします。ここで一句。矢野さんは北斗の拳のハートなの。いや東京挫折組の矢野ですね。ちょっと勝手にケンシロウにボコボコにされないでいただけるとありがたいですね。別にわざわざ苦にする必要もないので、はい、よろしくお願いします。この時期のギャルはみんな薄着、マジガン見しちゃってんだけど、白ブリはテント張っちゃってんじゃないの。あーい、だから僕矢野ですね。
テントは張らないですけど、ガン見はします、はい。よろしくお願いします。透明人間になって女湯を覗くという男の夢を叶えるために、透明人間になれる薬の開発をすることにした俺。しかし、その過程で、たまたま難病に効く薬を開発して、その功績を認められ、ノーベル賞を受賞したい。頑張ってください。ね。いけるよ、ウルフなら。ね。頑張ってください。さっきから後ろで回ってるタケコプター気になるんだけど、ドピュー。ちょっと勝手にタケコプター見て気持ちよくならないでもらえると、はい、あとこれインテリアです、はい、黒タケコプターじゃないから、これジャークドラえもんがつける、うん、そのプロペラなんでね、よろしくお願いしますね。間違っていたらすいません。ドラマ主に泣いてますに出てくる勘違いロックスターですか。何のドラマにも出てない矢野ですね、はい、誰ですかそれ一体。ちょっと主に泣いてますっていうドラマはなんか聞いたことあるけどね。勘違いロックスター役、うん、ダイヤモンド愉快なんかい。周りくどい言い方するダイヤモンド愉快って言えや。またダイヤモンドどんだけ好きなんだよ。ミユ私はだけなのダイヤモンド愉快好きなの。勘弁してください本当に。三浦理恵子さんの旦那さんに4回ひき逃げされた顔面ですか。ダイヤモンドユカイさんですよねそれ。だ1回もひき逃げされてないってダイヤモンドユカイに。誰にもされてないってね、頼みますよ本当に。いつも4回なんだよね、しかもひき逃げされた回数。ダイヤモンドユカイも2回目から気をつけるやろ。何度同じやつ4回引くの。もう俺を狙ってんじゃんダイヤモンドユカイ、それ俺狙いで来てんじゃんダイヤモンドユカイ。Jコムのザックーですか。 J コムってケーブルテレビじゃない、何ザック。もう丸けりゃ似てるみたいなのやめてくださいね。丸かったらいいんでしょみたいな、人間でお願いしますね、せめて。後ろのプロペラで千切りにされ待ちですけど、普通に配信中ですね。全然福岡で死にたくはないので。福岡で死因プロペラは悲しすぎると思うのでよろしくお願いします。間違ってたらすみません。孤独のグルメの12話に出演した沖縄料理店の店主役を演じたお方じゃないですよね。これもちょっと探すの時間かかるからさ、これダイヤモンド愉快なんか。違うって。違う、俺はダイヤモンド以外に引き逃げされた人でしょ。なんで俺がダイヤモンド以外になってんの。俺引き逃げされてんでしょダイヤモンド愉快。間違っていたらすみません。ウラレキシントン協会会長ですか。ウラレキシントン協会会長って誰ですか。ダイヤモンド愉快何の協会会長やってんの。なんだよウラレキシントン。わけわかんねえ協会会長やんじゃねえよダイヤモンド愉快。笑っちゃったわ。なんだよその教会。これが今日最後のスパチャなので間違えてるかもなんですが、ハートブレイカー弾丸より愛を込めてに主演で出ていた人ではないですよね。ハートブレイカー弾丸より愛を込めてに主演で出てた人ではないですよね。ということでダイヤモンド愉快。分かっちゃったわもう。何カッコつけてんだよ。じゃねえんだよ。ライダー戦隊の史上最強のショッカーの人に似てます。もう本当に誰かわからないけど、ライダー戦隊の史上最強のショッカーの、とりあえずね、僕は矢野なので、史上最強のショッカーのダイヤモンド愉快じゃん。活動の幅が広すぎる。何個仕事やってんだよ。頑張りすぎだってダイヤモンド愉快。もう見境ないじゃん仕事に。だから俺はダイヤモンド愉快に似てないから。ほんでなんで俺がダイヤモンド愉快みたいになってんの。血糖値タカタカマン、お久しぶりです。沖丸の名前を教えてください。僕血糖値タカタカマンですけど本名は矢野ですね、はい、ちょっと勝手に変なあだ名つけないでいただけるとありがたいですね、はい、間違ってたらすみません。成り下がり激論集ですか。成り下がり激論集って何ですか、はい、ダイヤモンド愉快かな。どれにだったら出てないのダイヤモンド。どれにだったら関わってないのダイヤモンド愉快が。語り手の山崎徹にさん1000円。ミキプルーン愛用者として思うのは、味より何よりなぜ中井貴一が CM に抜擢されたのかと。トースト。
トーストを見るたび考えてしまうことです。で、瓶の蓋を開けるにはあまりに握力が足りない。反乱のビレンド、あのクソ小説大丈夫です、はい、やめてくださいね、はい、見るたび考えんな、そんなこと。いいんだよ、黙って見ときゃ CM。 いいだろ別に。いいじゃん、中井貴一で別に。なんミキプロの愛用じゃって。もうあのクソ小説だけやめてくださいね、はい、よろしくお願いします。工藤会総裁野村悟が弁護士を全員解任させたことどう思いますか。あの普通に何も思わないですね。本当に誰かがわからないので。もしやのに一つだけ強がりを言えるのなら、もやのの至るところタコ殴るよ絶対。あの普通にやめてください。暴力なので。早くスポーツコーナーやれよ。あのいつもやってるみたいな言い方だけやめてください。毎回の楽しみみたいに言いますけどね、スポーツコーナーやったことないので。お前活躍前のユマサーマンをナンパした男か。僕あのクエンティン・タランティーノじゃないですね。合ってる、どう合ってるかな、多分そうだと思うんですけど、ユマサ、え、じゃダイヤモンド流会だった、恥ずかしい。俺めちゃめちゃ恥ずかしい。ユマサーマンナンパ、あのダイヤモンド流会じゃん。俺が今めちゃめちゃ恥ずかしかったから、最後の最後。クエンティン・タランティーノじゃないですねとか言って大恥かいちゃったから。写真刺さってて草、これ地毛ですね、はい、顔出ししてください。ギャン出ししてますね、はい、北の偉い人ですか。あの日本の偉くないフリーターですね。